マリンライナーは、西日本旅客鉄道と四国旅客鉄道が、岡山駅高松駅間を、宇野線、本守備三線、予算線経由で共同運行する快速列車。JR 西日本による一般公募によって決定された。宇野線及び本守備三線経由の本州対四国連絡列車の遠隔についてもここで記述する。快速、マリンライナーは、 1988年4月10日に、瀬戸大橋の完成に伴い、本市微山線が開通したことにより運転を開始した。それまで、本市間の主要なルートだった宇野線と、宇航航路、JR グループの快速、普通列車は1990年代から2000年代前半にかけて、順次車内全面禁煙化が図られたが、当列車は、快速、微山ライナーとして、 運行を開始した際から全車禁煙となっており、当時としては思い切った施策であった。なお、普通列車の車内が原則として全面禁煙となったのは、JR 西日本では1993年、JR 四国では1994年である。ただし、JR 四国管内の電車や線形機動車は導入当初から車内全面禁煙である。 岡山駅高松駅間 71.8km を52分の63分で運行している。全列車がこの区間でのみ運転されており、定期列車での他区間への乗り入れや区間列車は設定されていない。マリンライナーは、宇多津駅構内の短絡線、宇多津通過線を経由するため、同駅は通過扱いとなる。運転開始以来、列車番号は 3120M 号数だったが、 増発により3190番台まで達したため、2008年3月15日のダイヤ改正で 3100M 号数に変更されている。基本的に1時間あたり2本運転されている。岡山駅で山陽新幹線との接続が考慮されており、高松発の始発列車は、岡山発新幹線の始発に、岡山発最終列車は、 岡山機の新幹線最終列車に接続できるようにダイヤが組まれている。そのため、最終列車の岡山発時刻は午前0時を過ぎている。列車が遅延した場合には、しばしば新幹線が延発する。強風等により、瀬戸を発線が普通になった場合は、小島駅での折り返し運転の措置が取られる。宇高航,航路が就航していた当時は、始発、終着駅を 宇野港線宇野駅へ変更の上で、宇野港高松交換において船舶による代行輸送を実施することがあったが、2019年12月にすべての航路が休行となったため、現在は行われていない。茶屋町駅小島駅間と坂出駅、高松駅間で最高速度時速 130km 運転を実施している。日本の他地域で、運賃以外の料金が不要な列車で、 時速 130km 運転を実施している事例は JR では常磐線において E531 系電車で運行される列車、京阪新地区の東海道本線、山陽本線の新快速と一部の快速、JR 以外では首都圏新都市鉄道などと少ない JR 四国うちで実施している下機、冬季の車内温度を保つためのドアの半自動扱いは、 高松駅のみで実施し、途中駅では、全部のドアは自動で開閉する。また、岡山駅でも当期に限り、早朝や深夜を中心に、半自動扱いを実施する列車がある。また、普通車自由席に設置されている、補助席は、朝ラッシュ時の上りは、全区間、夕方、夜ラッシュ時の岡山駅茶屋町駅、小島駅間では使用できない。 岡山駅の発着ホームは主に6番乗り場であるが、一部の列車は8番乗り場や5番乗り場に入線する。そのうち5番乗り場の有効長は6両分である。ことから、多客機でも増結ができない。ダイヤが乱れた際には、貨物列車が8番乗り場しか通れないため、また6番乗り場は、特急列車を停車させることを優先させるため、5番乗り場に変更となる場合もある。 岡山駅茶屋町駅小島駅、坂井出駅高松駅詳細は JR 西日本223系電車5000番台及び JR 四国5000系電車を参照2003年10月1日から高松運転所に所属する5000系と岡山電車区に所属する223系5000番台が使用されている。基本的に両者を併結した5両編成で運転されているが 早朝、深夜は5000系、または223系5000番台のみで運転される。列車も存在するほか、8.12号は223系5000番台をさらに2両増結した7両編成で運転されている。そのうち12号は2018年3月17日に、両数を5両編成に減車し、先行の10号を7両編成に増結する招致がなされている。 中間に連結された運転席は閉鎖しているが助手席側は荷物やベビーカー置き場として開放している。2007年6月下旬からダイヤ改正による新幹線からの乗り換え客の増加やラッシュ時の混雑対策として、阿蘇総合車両所から223系2000番台を岡山電車区が借り受けて、左派223型を223系5000番台編成の 中間に組み込んで3両編成とした。これにより、早朝、深夜が5000系、または223系のみの3両編成、日中が6両編成ラッシュ時の一部が9両編成となり、年末年始、大型連休、お盆などの多客機の一部の列車は、終日9両編成で運用されることがあった。また、5000系に編成と223系1編成で、 蘇生された八両編成で運用されたこともあった。その後、2010年1月19日から1月23日にかけて223系は二両編成に戻された。1月24日以降は九両編成が二両、減車され七両編成に、六両編成が一両、減車され五両編成に、三両編成の半分五本が二両編成での運転に変更された。これにより、 中間に組み込んでいたサハ223型2000番台は、編成から外され、アボシ総合車両所に返却されている。高松側の先頭車両は2階建て展望車であり、2階は、クリーン車指定席、1階はフ、いずれもリクライニングシートで、シートピッチもほとんど同じであるが、背面テーブルの有無や座席背面の形状に、違いがあり、座席のリクライニング角度も普通席は浅く。 グリーン席は、深い、といった際を設けている。なお、高松川運転席直後の平屋席4席も、グリーン席となっており、座席指定の際も、マリンライガーとマルス管理上は別列車扱いとなっている。全部で4席しかない関係上、空席状況サイトの JR サイバーステーション、 E5489 や緑の券売機での空席状況は1枚も発見されていない状態でも空席が残りわずかであることを示すであり十分空席があることを示すにはならない。岡山側の平屋席2席は車椅子利用者など移動制約者対応の普通車指定席となっており、こちらはマルス管理上は他の普通車指定席と同様に マリンライナー XX 号であるが、指定席の車両を表す部分が1号車フロリダという表示になっている。なおこの席は緑の券売機での表示はされず購入できない上、JR サイバーステーション E5489 にも表示されない。高松側のデッキはグリーン車のデッキとして扱われ、ここでの立席乗車はグリーン料金が発生する。 岡山側のデッキに設置されているトイレは、男女兼用の洋式と男性用小便器ブースの2種類があり、前者は、出入り口に、ボタン操作式自動ドアを備え、車椅子での利用にも配慮した、バリアフリー対応になっている。このほか、223系側にもバリアフリー対応の、トイレが設けられている。1988年4月10日の、運行開始時から、 1987年以降、ビサンライナーで先行使用されていたステンレス製軽量車体の213系を引き続き使用したが、高松側の先頭車両は、瀬戸大橋の眺望を望めるように申請された普通構成の展望グリーン車を連結し、1980年以来8年ぶりに四国連絡列車のグリーン車が復活した。 同年7月には普通車指定席も設けられている。しかし、運行から15年程度しか使用されていないものの、2003年9月30日で運用を終了した。なお、置き換えられた213系は、転用できない、左派213型の一部が廃車になった他は、岡山支社エリア各線の普通列車運用に転用されている。213系で運行されていた時代は、 優先座席の設定がなく、また、朝ラッシュ時には普通車指定席の設定がない列車があった。2007年2月に、宇野線林間駅付近で、踏切事故の被害を受けた223系5000番台が、使用不能となり、修理入場中の代走として、同年3月末まで、もともと指定席車両を連結せず、 時速 130km 運転をしない2 7 7号において213系の運用が復活した。通勤・通学需要は岡山駅境で駅間で多く終日混雑している。運行開始当初は1時間あたり1本の設定であり、当時の瀬戸大橋ブームも相まって指定席がクリーン車のみで即日完売となるなど人気が集中したことから、 瀬戸大橋線開業当日には、マリンライナー2号の続行で2本の臨時列車が運行されたほか、翌4月11日からも、JR 西日本持ちの115系、JR 四国持ちの111系などを使用した臨時快速が、岡山駅、宇多津駅、坂井出駅、高松駅間に運行された。当初、これらの列車市販の全国版時刻表には掲載されておらず、 沿線で配布された、修正時刻表にのみ記載される列車であった。その後も折からのバブル景気もあり、瀬戸大橋線の利用が好調であったことから、スーパーサルーン、夢路編成の雲路211系もろ210 21系、電動車ユニットも繁忙期を中心に増結に入るようになり、同年7月からは普通車にも指定席を設定するとと,ともに、大型連休、 おボンなどの多客機の一部の列車は終日12両編成や11両編成で運用された。さらに JR 西日本の117系100番台や115系3000番台などを使用した臨時マリンライナーや167系や115系を使用した臨時快速が岡山駅高松駅間に設定され213 軽の増備落成に伴う増発が実施される1989年3月までの間、毎日運転の臨時列車として運行された。臨時、マリンライナーはその後も繁忙期に運行された時期があり、JR 西日本の221系が使用されたこともあった。また、2010年代に入ってからは、2010年より、各年で開催されている瀬戸内国際芸術祭の 高価で利用者数はわずかに増えている。2003年10月11日から13日までの3日間、快速、マリンライナー、京阪神ホリデー号が運転された。高松駅、京都駅間を全車指定席のホリデー号として一応往復運転された。途中の客扱い停車駅は、境出駅、三宮駅、大阪駅のみで、 5000系と223系5000番台が使用された。今のところ京阪新地区での運用はこの時限りとなっている。なお、5000系と223系5000番台には ATSP が準備工事のみのため、上合理駅等で ATSP が整備されている2021年現在は、本設工事を行わない限りこのような区間での営業運転が不可能となっている。 瀬戸大橋開通20周年を迎えた2008年4月10日に、懐かしの213系マリンライナー号が運転された。運転区間は、高松駅岡山駅間の上り1本のみで6両編成の全車指定席であった。グリーン車は、スーパーサルーン、夢路編成のうちの1両でかつて、マリンライナーでも使用された黒212-1001が使用された。 停車駅高松駅境出駅、小島駅茶屋町駅林間駅、瀬尾駅岡山駅もともと、右こ連絡線との連絡の関係で、宇野線には東京駅、大阪駅発着のものを中心に多くの列車が運行されていた。1972年3月15日の山陽新幹線岡山駅乗り入れにより、従来の東京駅や大阪駅からの中高の連絡列車を廃止し、 代わりに、岡山駅、宇野駅間の快速列車を設定して、新幹線などから、旅行連絡線への連絡とした。当初は1 5 3系など廃止された、急行列車用の車両が充当されたが、普通車の混雑緩和を目的として、宮原電車区の1 1 3系に置き換えられ、さらに、京阪新地区での車両の所要像から1980年に、岡山電車区に、 申請配置された115系1000番台に置き換えられ、この際にグリーン車が廃止された。さらに1987年3月より、ビサンライナーの名称が与えられて213系が使用されるようになった。ビサンライナーは、マリンライナーに投入する車両の先行使用の性格が強い列車であった。2002年3月30日に、 宇野線で165系により運行されたリバイバルトレイン。リバイバルは芝1983年7月に485系により運行されたリバイバルトレイン。うずしを給料編成で運転するビサンライナー。ありがとうございます。